芳醇なマンゴーフラッペです。マンゴーラッシー風パフェです。飲むヨーグルトマンゴーです。マンゴークリームです。はい、いらっしゃいませ。サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日7月19日は火曜日ですよね。毎週火曜日ファミリーマートでは新商品が発売されます。今週7月19日から25日の1週間にですね、新商品が57種類発売されますよ。また今週はですね、こちらフラップの新商品も発売されておりますので、こちらもですねご紹介していこうと思います。ということで今週発売の新商品の中からいくつかご紹介していこうと思います。まずはこちらウェスティンホテル東京監修の魅惑のピーチフラッペです。こちらのフラッペですけども、ウェスティンホテル東京のですねエグゼクティブピストリーシェフのですね鈴木和夫氏監修のもとですね作られたフラッペだそうですよ。魅惑とありますように桃の風味がすごいんでしょうね。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。うわっ、もうすっごいこれ。これね、桃の果肉も入ってるんですけど、吸い上げて口の中に入った瞬間ですね、桃の香りが口の中にファーッと広がっていきますね。また、桃の果肉も入ってありますね。この桃の旨味がね、ものすごく楽しめるフラッペですよ。これ、魅惑とありますようにね。俺ほんと桃の風味がものすごいですね。またね、こちら桃だけじゃなくてラズベリーソースも入ってるんですよね。そのラズベリーソースの酸味がね、この桃の風味を引き立ててくれてるんですよね。またライチのゼリーも入ってるんですけども、このゼリーのふにゃふにゃした食感もこれたまらく最高ですよ。続きましてこちらウェスティンホテル東京監修の芳醇なマンゴーフラッペです。こちらもですね、鈴木和夫シェフ監修のですね、フラッペとなっております。芳醇なマンゴーとありますようにね、マンゴーの甘酸っぱい香りがね、広がってるんですよね。では、いただきます。うわぁ、すごい。これね、芳醇なとありますように、このマンゴーの風味がものすごいですね。もう吸い上げた瞬間ですね、口の中にマンゴーの香りに旨味、これがわっと広がっていきますね。またこのマンゴーの甘さがたまらく最高ですね。でね、こちらパッションフルーツのソースも入っておりまして、このパッションフルーツの酸味がね、またこのマンゴーの甘み引き立てておりまして、またチョコチップも入ってるんですけども、このチョコチップのチョコレートの甘さとね、マンゴーの甘さ、これがね、お互い喧嘩せずね、うまく調和し合いまして、お互いに引き立て合ってるんですよね。これいいな。続きまして、こちら、ごち結びの炭火焼きうなぎおむすびです。次の土曜日、7月23日は土曜の牛の日です。ってことでね、うなぎのおむすびが発売されましたよ。こちら数量限定となっております。それでは、いただきます。これね、噛み締めれば噛み締めるほど、うなぎの風味が口の中にふわーっと広がっていきますね。この甘辛いタレがまたいいですね。このうなぎの脂の部分がね、ドローっとしてるんですよね。これたまらん最高ですね。7月23日土曜の牛の日は、ごち結びの炭火焼きうなぎいかがでしょうか。続きまして、こちらこだわりカレーです。こちらですね、30種類以上のスパイスを使用してるそうですよ。ねえ、ちょっと楽しみですね。このスパイシーな香りがいいですね。それでは、いただきます。
これね、スパイスが30種類以上使われてるってだったんで、スパイシーで辛いのかなと思ったんですけども、最初の一口目はね、甘いんですよね。なんかフルーツの甘さ、そのフルーツの甘さが感じられまして、後からちょっとピリってくるような感じですね。これね、なんか普段食べてるカレーとはちょっとなんか違うなって思ってね、この原材料見たんですけども、山芋が入ってるそうなんですよね。カレーに山芋、面白いですね。でもね、これ本当面白いカレーですね。ね、甘辛いんですよね。最初ね、これ口の中に入れた時は本当甘いんですけども、ね、後からちょっと舌の上がピリッてくるような感じでね、スパイスの旨味もね、しっかりとしてるんですよね。うわぁ、なんかこのカレーすごい。カレーといえば、福神漬けじゃないですか。ね、これ、カレーの部分だけ食べてるのにね、なんか、この福神漬けのね、風味もね、口の中にするんですよね。いや、これちょっと面白いカレーだな。続きまして、こちら、クリスピーチキンの亀田のカレーせん味です。ただのカレー味じゃないんですよね。亀田のカレーせん、あれの味ってことでね、どうなんでしょうね。香りはね、ほんとカレーの香りなんですよね。いや、いただきます。これね、最初はね、ただの普通のカレー味やん、どこが亀田のカレーせんなんて思ったんですけども、噛みしめていけばいくほどね、ああ確かに亀田のカレーせんだって思えるんですよね。面白いなこれ。でね、これちょっとピリ辛なんですよね。このピリ辛もいいですね。それにね、このクリスピーがめっちゃジューシーなんですよね。続きまして、こちらピスタチオのバウムです。中央にね、ピスタチオのクリームが入っておりまして、この鮮やかな緑色、いいですよね。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。うん、この周りのバウムがね、ふんわりとしててね、このピスタチオのクリームはとっても滑らかなんですよね。最初はね、このバームのふんわりしたバームにびっくりいたしまして、そこからね、このピスタチオの香りが口の中に広がっていきまして、このピスタチオクリームの滑らかさといい風味といい、これいいですね。これほんとピスタチオの風味がすごいんですよね。で、後味がね、スイーツを食べた後味じゃなくてですね、あのピスタチオ、あの木の実のピスタチオを食べた後味なんですよね。それくらいね、ピスタチオ感がすごいですよ。ピスタチオがお好きな方はですね、ぜひお試しいただければと思います。すごいですよこれ。続きまして、こちらマンゴーラッシー風パフェです。夏と言いましたらやっぱりマンゴーですよね。今週ファミリーマートではね、マンゴーの使った商品がいっぱい出ておりますよ。それでは早速いただきたいと思います。うわ、すごいな。ではいただきます。うん、うわ、このマンゴーの甘酸っぱい風味がね、口の中にふわーっと広がっていきますね。またこのクリームがね、めっちゃ滑らかですね。このマンゴーの果実がね、ほんと甘酸っぱいですね。これね、そこの方にマンゴーゼリーとか入ってるんですけども、これが甘酸っぱくてまたいいですね。これね、マンゴーをめっちゃ楽しめるパフェですよ。マンゴー好きの方ぜひですね、こちらお試しいただければと思います。続きまして、こちら飲むヨーグルトマンゴーです。それではいただきます。うん、うん、飲むヨーグルトなんで、最初はね、ヨーグルトの風味が口の中にパッと広がるんですけども、その後にね、このマンゴーの風味がわっと追いかけてくるんですよね。
まだマンゴーの果肉も入ってありますね。このマンゴーの甘酸っぱさがね、またいいですね。マンゴーとヨーグルトってこんなに合うんですね。ヨーグルトとマンゴーのそれぞれの風味がね、お互い喧嘩してないんですよね。お互いにね、高め合ってるんですよね。これもいいな。続きまして、こちら、マンゴークリームです。こちら、よく振ってからお飲みくださいね。それでは、いただきます。うわ、の、うわー、これマンゴーの風味がすっごいですね。ちょっとね、飲むとね、つい笑顔になっちゃう。マンゴーの風味がすっごいですね。これね、マンゴークリームとありますように、生クリームも入ってるんですけども、生クリームの風味よりね、このマンゴーの風味が強いんですよね。だからね、これね、ほんと、飲むマンゴーって感じですね。それくらいマンゴーの風味がものすごいですよ。ねえ、これ、マンゴーの果肉も入ってるんですけども、この果肉がたっぷり入ってるみたいなんですよね。もう吸い上げるたびにね、このマンゴーの果肉がいっぱい口の中に入ってくるんですよね。だからね、このマンゴー感がおんとものすごいですよ。続きまして、こちら。超満足ソーダ風ゼリーです。ご覧ください。これね、もうめっちゃ大きいんですよね。こちら 455ml ってことでね、めっちゃたっぷりですよね。でね、ナタデココも入っておりますよ。これね、ソーダ風とありますようにね、封を開けた瞬間、このソーダの香りが広がっていくんですよね。この涼しげな水色、いいですよね。ね、いただきます。ソーダ風とありますように、ね、もうほんと、あのソーダのお菓子、ね、あれを食べてるような感じですね。またね、ナタデココが入ってるんですけども、このナタデココのキュッキュッという食感、これがまたいいですね。っていうかね、これ、ほんとね、口の中がね、ソーダのお菓子を食べてるあの感じになっちゃうんですよね。ね、あの、飲むソーダじゃなくてね、どっちかっていうとほんとね、ソーダのお菓子、ラムネ菓子とかね、そういう感じの風味が広がっていきますね。これ面白い。これね、ほんと味がね、ラムネ菓子みたいなんでね、ラムネ菓子お好きな方はですね、ぜひこちらのゼリーも食べてみてください。ね、ほんとラムネっぽいですよ。チャンネル登録してね。はい、ということで今週発売の新商品の中からいくつかご紹介いたしました。今週はですね、フラッペが2種類発売されておりまして、まだ今週はマンゴーを使った商品がですね、いろいろと出ておりますね。マンゴー好きの方はですね、ぜひ今週はファミリーマートに足をお運びいただきまして、こちらお楽しみいただければと思います。はい、ということで今週もですね、キャンペーン始まってありますね。そちらですね、お伝えしようと思います。まずはこちら、夏はカレーがなんだか美味しい2022ということでね、このカレー商品がですね、最大20円引きとなりますよ。こちら先ほどご紹介いたしましたこだわりカレー屋ですね、クリスピーの亀田のカレー煎味、これもですね対象となりまして、その他にもですね、いろいろなカレー商品が対象となります。またこちらのキャンペーンの対象商品ですけども、ファミリーマートのホームページにも載っておりますし、またお店でもね、こちらカレー商品のですね、ここの価格のところですね、価格ポップのところにですね、このキャンペーンのポップも貼ってありますのでね、それをご参考にですね、お買い求めいただければと思います。カレー類がですね、最大20円引きとなりますので、お得ですよ。続きましてこちら、おむすびよりどり2個で30円引きということでね、こちら本日7月19日から8月1日までのこの2週間ですね、おむすびを2個お買い求めいただきますと、合計金額から30円引きとなりますので、お得ですよ。ね、
おむすびって大体1個じゃなくて2個とか買いますよね。2個買っていただきますと30円引きとなりますね。お得ですよ。この2週間はね、おむすび買うならファミリーマートがお得ですよ。次ご紹介するキャンペーンですけども、レッドブルお好きの方にはですね、お得なキャンペーンですよ。こちら、レッドブル各種をですね、いずれか1本お買い求めいただきますと、レッドブル各種のですね、次回使える50円割引券がもらえますよ。だからですね、レッドブル買うならファミリーマートでお買い求めいただきますと、ね、お得ですよ。最初はですね、もう正規の値段でお買い求めいただきまして、次からはね、50円割引券が発券されますね。その50円割引券使ってね、お買い求めいただきますとね、お得ですし、また50円割引券使って買ってもね、また50円割引券発券されますんで、お得ですよ。レッドブルよく飲まれる方はですね、今週はぜひファミリーマートでお買い求めいただければと思います。こちら8月8日までとなっております。また今週もですね、1個買うと1個もらえるキャンペーンを行っております。今週はですね、サントリーのイエモン 600ml のペットボトルがですね、サントリーのイエモン京都ブレンド、こちら600または 650ml のペットボトル、いずれか1本お買い求めいただきますと、7月26日新発売のですね、サントリーイエモンカフェジャスミンティーラテの 500ml、 こちらの無料引換券がもらえますよ。こちらファミリーマート限定で発売されますね。ジャスミンティーのラテなんか楽しみですよね。ぜひですね、今週はこちらイエモン、またイエモン京都ブレンドお買い求めいただきまして、来週このジャスミンティーラテね、ゲットしてくださいね。今週はもう一つございます。こちらコカコーラのですね、コカコーラゼロ 500ml のペットボトル、こちら1本お買い求めいただきますと、コカコーラのリアルゴールド X または Y、 いずれか1個もらえる無料引換券がもらえますよ。こちら7月26日から使えますね。コカコーラゼロ買ったらね、来週はリアルゴールド X または Y がもらえるなんて、これ嬉しいですよね。チャンネル登録してね。はい、ということで今週発売の新商品の中からいくつかご紹介いたしまして、またキャンペーンもご紹介いたしました。今週はですね、もうファミリーマートではマンゴーの商品も夏らしいですよね。マンゴーの商品いろいろとご準備いたしてありまして、またカレーね、カレー商品が20円引き、最大20円引きとなっておりますね。お得ですよ。夏と言いましてやっぱりカレーにマンゴーですもんね。またごちむすびのうなぎもね、ご準備いたしてありますね。ぜひ今週もですね、お近くのファミリーマートに足をお運びいただければと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。はい、本日はご視聴いただきましてありがとうございましたね。最初にね、フラッペご紹介いたしましたけどね、フラッペどうしても溶けちゃうからね、最初に紹介したんですけども、それがね、やっぱずっと最後まで聞いておりまして、ね、最後のあのソーダゼリー、正直言って苦しかったなって感じですね。ね、もうほんと今回はちょっと口の中が甘いなって感じですね。マンゴー商品がね、4種類ありましたもんね。フラッペに、パフェに、クリームに飲むヨーグルトだね。もうマンゴー商品いっぱいありますので、マンゴー好きな方はですね、ぜひお近くのファミリーマートに足をお運びいただければと思います。どれもね、マンゴー好きの方は納得する味わいだと思いますよ。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価にチャンネル登録お願いいたします。それでは、だんだんなー。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録してくださいね。てか絶対チャンネル登録してよね。それではだんだんなー。